これ天気良かったらものすごく綺麗なんだけどね、見とられへんね。公園と思ってきたら本部のあれ天竜駅からまっすぐ来て見えちゃうな。これね、天竜駅は本部ですよ。これが西川なんでな。でこれ東こう振ると、ああ見えないか。東振ると、まあ2キロぐらいあるからダメか。はい、ここね、天竜駅は本部建物でございますけどね、全部あの東、西、南ってあるのかな、本物の建物。北は見てないな。北にもあるのか、あんのか、変な。ずーっと一回回ったけど、コロッと。回るだけでも2、8分かかりますわ。こっからでも入れんねんな。やっぱりね、北側は分からんね、大きな建物が見えんな。だからこれ西川やから南側にちょっと、南側にっていうか、南側に天竜からまっすぐ来たこの正面に着くんですよね。昭和の時代はここでお参りされるのすごかったらしいんですね。今ちょっとやっぱりね減ってるようなこと。 JR の専用列車でね、ずっと天竜まで来て、ここから歩いてくるんですよ、こう。そんなんでね、すごかったんじゃないけどね。どっかでも見れんじゃない、入れんねんけどね。中はね、撮影禁止やから。これ、通路、なんか入っていけるようなこと聞いたんだけどね。真っ暗やから、こっち側で行こうか。広場から。ほら、南側には、あれはこの辺から。何回も来るんやけどね、気になってんやけど。あれね、どうなんだろう。あの柱、あの上の屋根と比べたらね、柱が小さいでしょ。大丈夫かいね。いつも思うねんけどな、来るたびに。ここに案内センターがあったかな。いいお店センター。ここでいろいろ聞いてね、中回れますよ、いうことで。訪問者は何遍目かな、3遍目か4遍目か。さて、じゃあ一番端から覗いてみようか、ここ。この広場でございます、広さ。ガラン配置は何だろうね、ここの配置の仕方。ちょっとよくわからんねんけど。なんか意味あんねんのかね。これは南側から見た感じやけどね、南側からね。どうやら奥まで、あそこの道までね、300メートルぐらいあるか。300メートル以上あるかね。それぐらいの広さです。これをね、天理教のなんか、お祭りがあるときはね、埋め尽くしたという話やからね、昭和の時代に。そんなこと聞いたけど。すごかったんだろうね。どうですこれ、本物の建物と比べたらどうもね、柱しゃちいことないんだけどね、結構大きいんだけど、この上の乗ってるね、屋根がものすごく重そうやからさ、柱としてはまあそこそこ大きいですね。どれぐらいあるの、30センチぐらいあるか。30センチぐらいの角やけど、大きいんだけどね。ああ、様式は近代やね。近代の屋敷やね。先ほど一応並木をね、見てたんやけど、どこやった？ここやな。そこはもう一応並木よ、そこ。そこのね、真ん中の道がそうやな、そこ。まあ、車走ってるとこ。広っ。あれ、展示参考館があるとこやな。これ見てみましょう、これ。これも柱同じ大きさかね。まあ石やね。
オンライン作りやね。市内を車でぐる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 回ってたんだけど、1時間半ぐらい回ってたから。ここに信者の方がいっぱいなるっていうんだけど、すごいよね、数ね。どれぐらい、まあ数万人が数万人ぐらいこうね入るんじゃないかな。すごい。で、あの裏の方にね、信者のね方のあの住宅街があるらしいけどね。これ南から見たところでございます。そしたら東はどうなってるね。東から見ていこうか。東から見てみましょう。南が最大やね。最大の建物が150メートルあるかもしれんな。西と東はちょっとね、南から比べると距離はそんなないか。ああ、ここにもあるの、これ。新しいね。これが東側から見た感じやけどね。東側からね。あの向こうに礼拝所があるのかな、中にあるのかな。ちょっと入りますね。はい、ちょっと入りましょう。10分ぐらいお参りしてきましたけど、お参りを10分ぐらいね、本堂入ったんだけど、20人ぐらいしか見えなかったね。この本堂ね、10分15分いたかな。ずーっとね、何人かでお経を上げてあったな。どういうお経か分からないけど、あの広いところにね、20人ぐらいしかいなかった。すごい広かったけど、はい、そしたら昼飯のためで帰ろう。三国やな、そうな。南通り、ああやっぱりね、配列所は北じゃないんだ。はい、わかりました。来たらないんですわ。